マリエスクール。もう不気味な感じが漂っておりますが、そうです、こちらのゲームは不気味で超怖いと噂のゲームらしいんですよ。ですね、こちらのゲームですね、不気味なんですよ。はい。そしてこちらのゲームですね、不気味なんですよね。はい。概要欄にですね、このゲームには驚かすシーンが含まれております。むしろ驚かしがメインかもしれません。グロテスクな要素は比較的少ないです。まあそうでしょうね。まあ驚かしがないこの雰囲気漂わせて驚かしが一切なかったらもうはぁはぁってなるからね。やっていきましょうか、初めから。うわ、ちなみに今僕が撮ってる時間は深夜の0時45分。シンプルに怖い時間に、しかも電気をなぜか消して撮っているという、なんで雰囲気作りをした俺。説明書は読みましたか？このゲームの詳細情報を載せています。なんかこれキャラクターが喋るとか、なんかセリフが特にないって書いてるんですよね。ストーリーについても多く語られないと。はあ、どういうこと？このゲームには驚かし表現が含まれます。あ、ちゃんと説明されるんですね。僕言わなくてもよかったですね。うわ、なんも不気味。この雰囲気がもう不気味。あらもう不気味。へいっていうテンションでやってるんですけど、多分5分後ぐらいには僕静かになりますね。中に入る、このさ、ちょやめて。中に入る。おお。今のはビビったわけじゃない。俺の鼻から鼻水が出ていたから少しびっくりしただけだ。驚いてんじゃねえかよってな。はい。ちょっと怖くない？ちょっと待ってあれ？何をする？じゃあセーブしよう。セーブ大事だ。下駄箱を調べる。1階廊下行く。郊外へ出る。これ死んだりすんのかな？うわ、音が怖いな。まず下駄箱調べよう。気になるものはない。え、これ何で驚かし出てくるの？ちょっと怖くない？俺ちょっとこの時間に大きい声出したら近所のおばちゃんにまた怒られるんだけど。クレーム来るって。年に1回はクレーム来てるようなもんだよこれ。1階廊下行く。でも郊外へ出るってあるけど、郊外出れんの？うわ、怖っ。どこへ行く？多いな、おい。職員室から行こう。職員室の扉がなぜか開かない。なんでやねん。いや、まあ、それ開かないよね。でもこんな深夜、なんでお前学校来たんだよ、お前。帰れよ、お前。放送室。どういう驚かしが来んの、これ。何をする？いっぱいあるね。でもこれ一つ一つ調べてってやればいいのかな。放送委員会の打ち合わせの日にちと時間が書いてある。それだけだ。手前の機材を調べる。さまざまな機材がある。気になるものは特にない。僕のラジオを調べる。ラジオからダッと音だったと。あー、でもこういう系か。こういう系なら俺あんま驚かないかもしれない。なんか音でビビらせる系だとしたら、まあ、ちょっとえってなるかもしれないけど、ただこのレベルだったらさすがにね、怖くないと。あー、びすっごいよこれ。すごい、めっちゃ怖いやん。あら、まあ不思議やで。2階理科室の鍵を手に入れたで。皆さん、ビビりましたか？はい。ちなみにこの日付見てくださいよ。多分これ次の日に投稿されるんですけど、しっかりこの0時46分ですね。はい。セーブしましょうか。何こういう系？全然怖くないじゃんって。張り切っていこう。そうすれば怖くないじゃん、会議室。こういう系か。もう慣れるでしょう。何をする？机を調べる。気になるものは置いてない。結局さ、あ、棚の中に鍵がある。3階講義室の鍵を手に入れた。もう、でもなんか鍵手に入れた後になんかバーンって出てくるな。さっきみたいな感じだったらすっごい怖いですよ。皆さん大丈夫ですか？怖くないですか？怖かったらですね、頑張って。もうすっごい頑張ればもう何でもできるから人間って。もう頑張れ、いいの、頑張れば。奥の窓を調べる。外は暗闇に閉ざされてる。もうこれ何もないんかい？何もないわけじゃない。鍵しかないんかい？ちょっと驚かす要素来いや。会議室来たからもう俺折り返し点来るよ。もう第一図書室。ドアが開かない、鍵が必要か。あ、なるほどね。でもそれ第三なんちゃら室は階段登んなきゃいけないんだ。職員用トイレ。鍵を探すゲームなのかな。とにかく何をする？個室を調べる。別に死ぬわけじゃないんだ。本当にただびっくりさせて人を触死させるようなゲームなんですね。皆さん触死したら、触死しても俺のせいにはしないでくださいね。なぜかガタガタ刺されてる。いけない。個室を調べる。ここは何もないとしとこう。うん。どこへ行く？昇降口、階段、昇降口行ってみよう。なんかもうこれ学校から出られないとかそういうわけじゃないよね。郊外、ちょ、一回セーブしよう。セーブして、これで郊外へ出る。え？なんで来たんじゃん、お前。なんでもう出れないって。なんでこの時間に学校行く？学校は朝に来い、階段。何階へ行く？今1階なんだよね。じゃあ2階行こう。順番通りに。あ、でも3階。はい。
抑えましたね。何かが通り過ぎていった。外の方へ向かっていったよ。え、勝手に行くの？どこへ行く？待て待て待て、じゃあ追うしかないやんけ。外の方に行ったんでしょ。怖っ怖っ。いや、そのさ、階段ちょっと映すのやめよう。昇降口だね。ここにいいんじゃないの？何をせで郊外でしょ。出れないやんけ。あいつどこ行ったかもう別にどうでもいいか。あいつ別に友達でもねえし、階段で3階から行こっかな。じゃあ3階って鍵見つけなきゃいけないんだよね。なんだ、おいまた来んだろお前。あ、来ないね。講義室、講義室、講義室の鍵を持ってるからここを開けて何をする。机を調べる。気になるものは置いていない。教団を調べる。あ、何か置いてある。4階音楽室の鍵を手に入れた。でもそんなに、でも頻繁に驚かしは出てこないんだね。じゃあ一旦2階から、2階調べよう。これ結局やめろお前階段移ったたびに俺はビビるぞ。3の1教室。教室か、怖いな教室は。机を調べる。気になるもん。でもこれ驚かしが来るときちょっとなんか間があるから、来るってのは分かりますね。黒板を調べる。落書きがされている。それ以外に気になるものはない。床を調べる。床に穴が開いている。はい、くる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 、ザンザンザン。視線を強く感じる。はいはい、分かるよお前どうせか。はい、くるくるくる、はい、から来ないんかい。下の階から鍵が開く音が聞こえた。床を調べる。床に穴が開いてる。もう視線は感じない。下の階のどこかの鍵が開いた気がする。まあ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 、まあ、それも調べるのはいいんだけど、とりあえずここの階を全部調べよう。3の2机を調べる。気になるものはない。なんか不気味だねほんと。ずっとカーテンを調べる。気になるものはない。黒板を調べる。もうどんどんスムーズに調べてこう。何もないなら何もないでもいいんだよ別に。理科室。うわーうわー理科ー。何をする。机を調べる。うん、さあ闇に覆われてる。なんか誰かの可愛い女子高生のリコーダーでも舐めないのお前。後ろの棚を調べる。はっ、あ、鍵が開いた。4階学習室の鍵を手に入れた。いいよ、まだ怖くないよ、まだ怖くないよ。どこへ行く。物理室。あ、鍵が必要なんだ。大事にしろよ。思い出のトイレ。トイレとかさ、お前花子いるやろ絶対は。花子、花子。個室のドアは全て開いている。ざっと目を通したが気になるものはないだろう。嘘つけお前。花子。窓を調べる。外はひどく暗い。この学校だけが闇に覆われているようだ。なんでやね。マリエスクールっていうゲームなんだったら、多分この学校のどっかにマリエちゃんがいるんじゃないの。とりあえず1階行こう。1階になんか開いたんでしょどっかが。うんもう階段一番怖いんだけど。職員室開いてんじゃない。あ、来た。すか、すかれはす、すごろすんすい。何？やめようかな、ちょっと明日やろうかな、ちょっと怖くなってきた。机を調べる。書類が多く並べられてる。気になるものがある。見捨てないでー。を入手した。奥の棚を調べる。奥に何か書いてる。一階第一図書室の鍵を手に入れた。 OK。 いや先生3人なんだった今の。第一図書室だね。あと1階空いてないとこってあるか。本棚を調べる。奥の本が並べられてる。気になるものは見当たらない。奥の机を調べる。声が聞こえる。きったよー。うわ、この声何回も聞いたことある。フリー素材、フリー素材。この声ってさ、でも可愛くない？普通にこの声可愛いと思うんだけど。泣き声がやんだ。なんやねん。鍵見つけた。あ、な、何手入れだっけ。全然見なかった今。所有物。あ、もう、え、だいぶ見っけてない俺鍵は。でこっちはあの右の方は紙シリーズでしょ。だから俺あと5個鍵を見つければもう終わりなんじゃないの。割と早くない？俺今何分実況してるの。もうあ、まだ俺、え、こんなに6分ぐらいしかやってないの。もう俺3時間ぐらいやったっていう感じがするんだけど、そんくらいもう満足なんだけどこのゲーム。2階待ってよ。3、え、あ、あ、あ、俺どこ来たっけ。3階行こう。3、ふぅ、3階の、あれ
俺これあれなんか俺記憶がなんかごちゃごちゃになってきたんだけど、あれここ来たっけ俺な、あ調べてないな、机を調べる、なんかね誰かの教科書が入ってる、なんか他に気になるものはない、ロッカーを調べる、誰かの体操、家具、家具、黒板調べる、なんもないっすね、お前体操服持ち帰んなよ、まあ怒られるぞ、お前友達いなくなるぞ、お前何をする、机を調べる、いや破られた教科書が入ってるって何、いやどうしてと言われても今のはじゃないだろお前、なんだお前、なんでお前そんな冷静でいられる、え俺だけこんなにびっくりしてんの、ボロボロになった体操服が入ってる、あれこの教室がもしかしてそのマリエちゃんの教室なんじゃない、でマリエちゃんもしかしたらいじめを受けていたっていうパターンじゃないの、黒板調べる、何も書かれてない、よく見ると黒板の縁に紙が挟んである、つらい、マリエちゃん俺が今助けに行くよ、マリエちゃん、あのタイトル画面でマリエちゃんっぽい子が映ってたけど、なんかあの子ちょっと体ゆすこう揺れてんだよ、なんかちょっとダンスしてる感じ出てたんだよね、机を調べる、ここ見たよな確か、あいやここは出よ、あでもこれ結構スムーズにやれば終わるんじゃないかな、パソコン室来た、あないんだ、でトイレも行ったはずだから、じゃあ4階へ行こう、結構スムーズに、ふふん、どこへ行く、1の1、そっかそっかそっか、そうだよね、うわまあそうだよね、一番上の階が1年生とかだもんね、で3年生とか一番上学生が一番下の階だもん、俺の高校もそうでしたね、はい、あの大体僕1年生の頃ですね、あのなんかこう下の階に教室があって、教室とかその勉強するなんか次の授業でそういうところ行くときに3年生のところの廊下通るときめちゃくちゃガン飛ばされて死ぬほどおしっこ漏らすになりましたね、はい、まあ、それで皆さんもね先輩とかやるときになんかちょっと堂々とした歩き方しないで、あの壁の端っこにこうスンスンしながら歩きましょうね、そうしないと先輩たち目つけられて怖いですよ、机を調べる、机には下品な言葉から書かされてる、なんだ今言おうとしたけど言ったら危ないからやめよう、ロッカーを調べる、いやここ調べろよ、右になんかおるやんけ、何こいつ人だよ、人だよじゃないや、人でしょ、ロッカーには破れたジャージが入ってる、この学校なんかいじめ多くね、何かの気配を感じる、いやお前今気づいたのかよ、ずっといたやんこいつ、ほら消えちゃった、ほらもうすねてすねたよ、ほらカーテンの裏から手紙が落ちてきた、紙が落ちてきた、寂しいよね、うん、大丈夫、その気持ちはわかるわかる、だから俺には襲いかかってこないでね、一番怖かった最初のあれが、最初のあの驚かしが一番怖かったから今そんな怖くないな、何をする、机調べる、黒板を調べる、窓を調べる、おい何もないやんけ、ここなんだよ、ちょっと一個なんかあれや、音楽室、ふぅ、これ絶対なんかあるから皆さんここ気をつけておいてよ、机を調べる、ピアノ、はい、触れてもいないピアノが硬いねんなって、よく見るとピアノの鍵盤に鍵が落ちたそうです、2階第一資料室の鍵をにつんすでね、そうですね、はい、何でもかんでも叫べばいいと思ってるわけじゃないんですよ、僕だって叫ばないように心がけてるんで、さっきからの喉がえってなるんですよ、黒板を調べる、音符や楽譜などが置かれてると他に目ぼしいものはない、うん、何でもかんでも実況者叫んでれば面白いと思ってるじゃないですか、僕もそう思ってたんですよ、ただね今回は違うんですよ、学習室、学習室、学習室な、学習室って学習室ですよね、参考書などそういうふうに伝えてる、それを進めてスイカーもすでにくっつけて、3階第2資料室、つけんでね、もかれてるな、窓を調べる、闇に追われてる、廊下にも、はい、うん、割とでもあまり敵出てこないしもう慣れてきたし、うん、あんま怖くないですね今はね、わいいね、見つらいけど、でもこの円になってね、そういうテーブルね、ペルソナ5の図書室でもこんな感じだったよね確か、本棚を調べる、本が多く並べられてる、小説から実用書まで多く揃ってる、気になるものはない、手前の机を調べる、差別はなぜ生まれるのかというタイトルの本が置いてある、やっぱそうだねこのゲーム、多分なんかそのマリエちゃんがなんかすごいひどい目に遭ってたんじゃないの、ちゃんとでもストーリーはなんかこうゲーム側から語られることはないけど、ちゃんと自分で考察しろってことだもんね、メゲタル、は、一回車検用トイレは誰でも使えます、は、ちょっと待って喉がおかしい、あ、やばい俺マリエ症候群にやっつけるかもしれない、あ、トイレだ、なんかこう普通に喋り続けるとたまに喉がキューンってなって、マジでほんと声が平泉せになる時がある、電気調べる、
ちょっと思い出したことがある。俺、小学生の頃に、Y 君っていう、クラスメートがいたんですよ。で、掃除の時間あるじゃないですか、昼過ぎぐらいに。掃除の時間があって、その掃除の時に、その、Y 君がですね、手を滑らせて、じゃない、足を滑らせて、学校のトイレの男子用のトイレのなんかおしっこを流れると、なんか丸い皿みたいのあるじゃないですか。なんか底っつうか、その下の部分に。それ滑って転んで平手でその皿みたいの割ったのめっちゃ思い出した、今。あれめっちゃ面白かった。滑ってパリンって割れて、それで先生に怒られるって。はい。変な匂いがする気持ちが悪い。目星もないだろう。窓を調べる。外は異様に暗い。まるでこの学校が外の世界から切り離されてるようだ。お前大体この学校来たん？謎だわ、お前。お前が一番の存在の謎だよ。階段、屋上、まだ行けないんじゃないの？ここが最後の場所じゃない？屋上に向かうドアが鍵がかかってる。鍵をさなくてない。なるほどね。で、俺は今何の鍵を手に入れたんだっけ。3階のどっかの鍵を手に入れた。うん、びっくりした。階段で3階ですね。でも1階のトイレって行けなかったんだっけ。あれ、なんか誰でも利用できますって書いてたけど、これで第二資料室だっけ。ここ、あ、ここ来てない。何これ。あ、工具とかそういうのが置いてあるのかな。奥の机を調べる。授業に使う資料などが入っている。それ以外気になるものはなさそうだ。黒板を調べる。気になることは書かれてない。黒板の上。あ、で、ここに何もなかったら積んだよ。え、すっごい。床に何か落ちたようだ。床を調べよう。うん、さ、はい、そうですね。こんにちは。床に鍵が落ちていた。2階物理室の鍵を入手した。うん、とりあえずセーブしよう。死ぬことはないとは思うけど、とりあえずセーブだ。おい、一時回ってしまったやんけ。怖えんだよ。何手に入れたんだっけ。2階物理室か。あ、2階物理室だっけ。とりあえず2階に行こう。そのさ、階段怖いんだって。物理室ですね。ここ来てないよね、多分。いるいるいる、なんかやろ。マリエいるぞ。何をする。机を調べる。置かれてない。やば、棚調べよう。授業に使う機材などが入ってる。今必要なの見当たらない。窓を調べる。視線感じるよ。うん、ずっと感じるね。可愛かったらいいんだけどね。可愛い子からの視線ってすっごいなんか「いやーい!」ってなるけどね。やばい、あいつどうせ消えんだろう。お前出てきてそこからすぐ目の前に来んだろ。視線が消えたと思うじゃん。はいはい、もうありきたりありきたりで窓の下に来るぞ。え、もう一回窓調べてみる。じゃあ、は、あいつ何ツンデレ、あいつツンデレやん。待って、何を手に入れたのかマジで一瞬で忘れる。パソコン室だ。パソコン室へ行こう。待てよ、このゲームなんか30分から1時間ぐらい、1時間もかからないって書かれてるんですよ。30分ぐらいで終わるって書いてるけど、俺もっと早く終わるんじゃないこれ、もしかしたら。だってもうほぼ鍵は手に入れてるよ俺。だってあと1個だもんね、鍵。あともう屋上の鍵さえ手に入れちゃえばもうクリアじゃない。何をする。机を調べる。気になるものはない。パソコンを調べる。パソコンの電源。パソコンのそばに手元に鍵を見つけた。うわぁ、痛いなぁ。いさんざんざるさんやぇ、あ、そんやぁ、そんやぁ、あ、そんげらそんやぁ、そんやぁ、おりぇ、はい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 、おげおげへへへへへさあ、屋上行こう。へへへへへ、ここから先に進んだら引き返せない。本当に屋上に行く。待って、かっこ紙って見つけなきゃいけないのかな、もしかしたら。でも行ってみよう。先に進む。なんだ、マリアちゃん、助けに来てよ。何してんの。マリアに近づく。マリアちゃん、一緒に焼肉食いに行こうぜ。横顔がすごい。あら、あふぅふぅふぅ。あなたはマリエに手を引かれ屋上から落ちていった。
あなたとマリエは一緒だから。その後も学校に幽霊が出る噂は途絶えない。ほえ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 、おしまい。うん、でも多分これ紙を全部手に入れればまたエンディングが変わるんじゃないかなって思って。びっくりしたな、これ。え、なんこれ、なんだ、マウスカーソル出すと何、この画像も出てくるんかい。いや、これはじゃあ鏡じゃない、紙を見つけてからってことだね。じゃあもうさささってやろう、さささって。一応喋りながらやろう。カットしますなんて言えないもん、これ怖くて。落書きでしょ、ジャージでしょ、カーテンでしょ、気になるものない。まあそこで言いましょうか。はい、こういう風にねスムーズにやっていけばいいんですよ。1の2、うん、うん、カットする気、ここは怖いからカットできないから、めっちゃ喋ろう。もうカット中は俺一切喋んないんだけど、さすがにこのゲームは無言でやるゲームじゃないから、ちょっとあかんな。音楽していこう。おお、来た。いや、さすがに怒るよね。あ、やばい、なんか今脳がね、寒くなってる。脳が寒くなってる。髪越しる来た。オラギロナイデーン。オッケー、これでもう一回個室調べたらブチ切られる。待ってでしょ、あと3つもあんの。多分これ順番だよね、順番があるんだ。ってことはこれ何、アイテムを見つけるのに多分俺この全部の階を一つずつさらに見つけてこなきゃいけない。階段でさ、あ、移動しない、ちょっと待って、あ、間違えた。これでさ、さっき一番最初に走っていったやつはあれ何だったの。ここなんか増えてんじゃない、なんか下駄箱。ほら、うわざい、ほらね、やっぱりなんかあると思ったやんけ。神、愛してる、愛してんの俺のことありがとう、君が言った声さ、本当やおかだよ。これ喋ってなきゃマジでゲロ吐きそう。 I don't know it、あー、なんかおるよ。あれ、ここ来たことないっけ。奥の付けを調べる。あ、来たことないやん。書籍が置いてある、表紙用のものだろう、特に見当たらない。窓を調べる、そういう感じますね。はいはい、もう慣れてる、もう慣れた。さすがにもう慣れてる。すみません。で、神は、あ、床を調べる。大好き、マリエ、俺もやで。あ、びっくりした、なんで一瞬で行くんだよ。びっくりさせるよ。ほえほえ、今何時。あ、もう待って、あと1個だよね。 あと1個や。これで待って、俺どこ来たんだ、どこ行ったんだ今俺。ここか、ここ来たんだ今。うん、まあそういうことですね。あ、ここ来てないんじゃない、個室。あ、来たかな、壁を調べる。ああ、髪、天井、うわ、なんか、うん、声には出さないけど寒気しか出ない。あー、来た、助けて、今助けに行くよ。これで全部揃った、行くぞ行くぞ。おい主人公かっこ俺、廊下に出る。これで外に出れば、ちょっと鼻水さっきからもう垂れてきてるんですけど、今ティッシュ切らしてるんだよ。どうしよう、鼻噛みたいのに噛めないんだよ。さあ行こう、これで屋上だ。屋上に行けば、マリちゃんティッシュ持ってない、本当に屋上に行く、セーブしとこう。よし、なんだかんだ20分30、あ、でも本当30分ぐらいで終わるんだな、このゲーム。結構ぴったり終わりそう。今もう20、いや、マリアちゃん2回目だね。さっき俺のこと殺したな、お前。マリに近づく、手紙読んだよ。あ、もう違う、もう違うもん。あ、あなたは、あ、ホワイトくん、かっこいい。マリエ、え、マリエ、あなたはマリエを突き飛ばし、マリエは落ちていった。あなたとマリエは違うのだから。その後
学校に幽霊が出る噂は途絶えた。あ、全部のそのメイン幽霊はやっぱマリアちゃんなんだよ。でサブ幽霊をどんどんおびき寄せてたってことなのかな。マリアちゃん救われないねこのゲーム。そういうことですね。はい、皆さん分かりましたかこのストーリーは。はい、でもマリエちゃん普通に可愛いんだけどね。俺と付き合う？ね、俺と付き合えば多分もっと楽しい人生を送れるんじゃないかな。